光門詩という中国の詩人の詩句を表現して、あの篆書ですね、要するに古代文字で表した世界なんですけども、大変あの豊かな性質で、またあの文字の要するに大小感とか、そういうことをこううまく絡ませて、余白もちゃんと生きている。で、非常にあの最後の字なんか雷っていう字なんですけども、まあ、こんな一字でこんな大きく表現してますけども、それも他と比べてですね、あの違和感ないんですよね。だからそれはやっぱり、ね、相当技量がないとできない仕事だなというふうに思いますね。ですから、まあ、四角い作品ですけれども、その中に篆書をうまくこう埋め込んで、書かれた立派な作品だと思います。はい、古代文字の研究というか、そういうものを大変力尽くされてた方なんで、まあ、非常にあの手慣れたですね、あの作品がこういう篆書を通して生まれてきている、あのずっとやはり篆書の作品が多かったように思います。今回あの篆刻の作品になったんですけど、特に篆刻っていうのはこういう小さいところの、まあ、方寸の世界っていう、要するに、まあ、真四角の、ね、一寸の中に世界があるっていうくらいで、そういう小さいところなんですけども、その世界の宇宙っていうかね、そういうものがあるという。でそれは支えになるのは塔の切れとか、またその構成する文字の面白みとかね、そういうことをこ う, うまくこうミックスしながら作り上げていくものですから、大変考え方によっては難しい世界だと思いますね。だからこういう我々みたいに大きい字を書くのと違って、こんな小さいな世界でそれを表現するというのは、大変なその力量がないとなかなか難しいんだろうと思います。まあ、やっぱり小さいからってこう小さい表現になっちゃうとやっぱりダメなんですよね。だからこの小さい中にも大きい表現ができるっていうのは、まあ、非常に技術がいることですよね。で我々もこういう外印を押しますけれども、その外印によって作品も一緒に引き立てられるというね、そういう要素がありますので、大変貴重なもんだと思ってます。茶刀小字譚というように、まあ、文章になっていますけれども、本阿弥光悦という人がいたんですけど、まあ、この要するに昔刀鍛冶でもありたんですけど、仮名の方の世界ではその本阿弥光悦の世界というのもなかなか線がこう図太い線なんですけども、そういう世界で作り上げて表現されて、で今こういうチラシ書きとちょっと違って、その光悦の持ってる雰囲気をこう淡々と書き上げていったっていう世界なんですね。ですからあまりその技術が先行するっていうんじゃなくて、そのもうもちろん技術はあるんですけど、その技術があまりにも前面に出ない、もうなんか沈着した世界っていうかな、そういう世界をこう表したものだと思いますね。ですから非常に作家独特の表現方法だなというふうに思って、やっぱりそういう世界も評価されたっていうのは、まあまあまずこの仮名の一つの新方向が見えたのかなというふうに思います。はい、特選に選ばれた作品も見ていただくと分かると思うんですが、それぞれの表現方法というか、そういうものがそれぞれの自分の持ったその選出というか、そういうもので表現されて、仮名にしても篆刻にしても、また行草の作品にしても、まあ、何か一つ自分の世界というか、そういうものをちゃんと確立した世界を持っているなというような作品が多くあったと思います。でそういうことから特選に選ばれたように思います。はい、まあ、ぜひね、書を楽しんでみてほしいと思います。で、あんまりね、こう読もうと思ったりするとですね、やっぱり
例えば篆書とかね、まあ、あの変体仮名とかっていうのはなかなかその普段使ってないもんですから皆さん読めないというふうに思ってもう書を通り過ぎるんじゃなくて、そうじゃなくてその作家が何をねこの作品を通して表現しているのかっていうところを見てほしい。だからその人間性みたいなものをねを見てくれたら非常に嬉しい。で、あの直感的に何を感じてくれたかという世界で見てくれるとなんか意外に簡単なのかなと思いますけど、はい。